はい。パスはトレーナーゆういです。ブルガリアンスクワット。ブルガリアンスクワットという種目。まあ、台に足をかけて、こういうふうにやるものですけど、これをやっていくときに、上半身垂直がいいのか、上半身前かがみの方がいいのか、前傾の方がいいのか。 どっちがいいんですかっあ言われるんですね。このどっちがいいんですかという質問の裏には、どっちの方がお尻に効くんですかというそういう意味なんですね。通常質問される場合にはね。この質問、つい先日も一人行かれたんですけれども、 ま、そのお尻に効くか効かないかというところに焦点を絞って、どっちがいいかということをね、考えていきたいと思います。で、まず、あの、ブルガリアンスクワットをやっていく際に、一つ前提条件として、まあ、今ね、あの、お尻に効かせたいというので、まあ、ね、こういうお尻に効かせたいというぐらいまでちょっと目標が高い人の場合には、多分ダンベルを持ってやってないダンベルを持ってやりますけれども、まず前提条件としては、垂直であろうが、前傾であろうが、腰が丸まってる状態にはならないということ。 上半身が垂直の場合でも胸と中をグッと持ち上げてこの状態で腰が丸くならないこういうような姿勢悪い状態では下向いてはやらないし前傾姿勢でもこういうような猫背になって腰が丸まるというふうにはまあしないということはまあ前提でやっていきたいと思います、まあ、それはなぜかというと大殿筋というのはまあここからここまでグッと骨盤の上の方までついてますけれども 大電筋の騎士停止、スタートとエンドとあるわけですね。この両方のね、端があるということ。こっからここまで伸びているということですね。で、こっち側の端がですね、上の方が騎士がですね、こう来たときに、 反っていると、反っていると、これぐっとこっちに引っ張られるので、より張りが出てくるということ。で、これが、腰が丸い状態だと、この生地がぐーっと戻ってしまうので、大臀筋の伸びがなくなって、張りがないということが、筋肉は基本的に、ね、大胸筋の中でも伸ばしてし,しっかり伸びた方がいいわけであって、大臀筋もしっかり伸びる、そしてそこに負荷かかるようなことをやってた方がいいんですけど、なので、これが、 垂直にしろ、前傾にしろ、腰が丸まった状態なく反った状態というのはどちらも、そね、ここ持ち上げれば少し反りますから、まあその状態であるということはま前提として考えていきたいと思います。その中で先日質問されたのは、垂直でやるよりも前傾の方が推しに効くような気がするんですけど、一体どっちがいいんですかとまあ聞かれたわけですね。まあこれですね、今の前傾というやつ、 前傾というやつはまあこういう形なのでまあ垂直よりもこの部分上半身がこっちにいってる分ぐっとここに負荷がかかってる感じにはなりますがこれはあのどこまでがブルガリアン・スコットでどこまでがワンレグ・デッドリフかというようなまあその辺のちょっとニュアンスもあるんですけど スクワットってしゃがんで立つということ。前傾姿勢というのは、むしろこのワンレッグデッドリフト。まあ僕がいつもね、紹介している、ワンレッグデッドリフトにこう近くなって、これなのか足を乗っけてるかの違いになってくると思うので、まあそこはね、ちょっと運動種類が違うというのもあるんですけど、まあ確かにね、 ここから前鏡になった方が、この上半身の重さはこっちに来るので、伸びるという感覚は生まれてくるので、そのね、お尻効いてる感じは多分するんだと思うんですね。だけど僕はね、これはね、目先だけではダメだと思ってるんですね。これね、あの、胸のトレーニングと同じだと思うんですよ。胸のトレーニングでダンベルフライとダンベルプレスっていうのがあります。ダンベルフライの方が、こう外に、ダンベルは外に引っ張れるから、あ伸びてる伸びてるっていう感じは感じやすいですね、通常ね。 だけれども、プレスっていうのはこのまま垂直に下ろしていくような形なので、で、これをやってると当然三頭筋も使います。三頭筋と大胸筋を両方使ってるので、三頭筋で押してる感じもする。三頭筋も結構使ってる感じがすると多分感じます。で、フライの場合はその三頭筋を使ってる感じがまあ、全然ないわけですよね。だけれども、大胸筋をしっかり作ってる人たち、まあ、例えば本当に大会に出てる人たちが、 フライとプレスを考えたときに、じゃあ大胸筋にはこっちの方が、フライの方が張ってる感じがするから、フライ系のものばかりでやってるかというと、そんなことないと思いますよ。結局のところ、 まあベンチプレスにしろダンベルプレスにしろマシンを使うにしろプレス系を8割ぐらいやって残り2割ぐらいを仕上げとしてフライをやったりする形がまあ多いですよね。じゃあなぜ大胸筋も同じなのにプレス系の方を多くしてるかというとそれは三頭筋を使いながらも結果的にはね扱ってる重さが大きいので重いので ガリッとこの大胸筋に来る刺激度も強いわけですね。だからこそ大胸筋が発達してくる。で、それで仕上げとしてフライで引き伸ばすみたいなニュアンスが一般的だと思うんですね。そういうふうに三頭筋を使ってでも重いものを扱って押していく大胸筋により刺激を与えていくということが刺激が強くて大胸筋が発達してくる、盛り上がってくるということだと思うんですね。これはお尻でも同じだと思うんですよ。お尻でも筋繊維を 太くして発達させる大胸筋を盛り上げるのと同じようなことをしていかなければいけないと思うんですねだから前傾のブルガリアンスクワットっていうのは大体四頭筋がこうあまり入らない感じではるのがちょっとフライみたいな感じだけども上半身を垂直にしてやるブルガリアンスクワットの場合には大体四頭筋も入ってくるんだけれども大体四頭筋が入ってくる分より重いものを扱えるんですねこれ大体四頭筋が入らなければ 絶対扱う重さはまあ軽くなると思うんですね。それがさっきの大胸筋の感じでいくと、プレス系では他の筋肉も使いながらガツッと使うという方が、かなり惜しいには実際入ってくると僕は思ってます。それと、ちょっと力のかかり具合なんですけど、前傾姿勢っていうのはまあ上半身のこの倒す、起こすみたいな感じなのがかなりメインになってくると思うんですけれども、そうするとまあこう伸びてこう縮めてくると。でも、上半身垂直の場合には、 前に倒れるというニュアンスなんだけど、下半身でしっかり押してるニュアンスがこう強くなってくるわけですね。それは前傾とかじゃなくて、垂直にこう踏む力が強くなってくると。大殿筋というのが、筋繊維が縦にこうね、体でこの縦垂直に走ってるのではなくて、大殿筋って少し斜め外にこう走ってるわけですね。実際にはその筋繊維のこの走ってる方向に伸びて縮むわけであって、 それがですね、垂直に踏むっていうのは、この、こう来て骨盤がこうぐーっとこうなりそうなのをぐっと押さえる力がしっかり加わりながら踏んでるって形。これが上半身を倒す場合には、その、このニュアンスっていうのは骨盤をこう整えるためのこのニュアンスがあんまり入らないんですよね。 どっちかというと、やっぱり大体一きも入りながら、より重いものを持って、この力をぐっと踏む方が、この斜めに対する力というのはすごく入りやすいと思います。で、これは僕のもう体感なんですけれども、前傾姿勢のブルガリアンスクワットっていうのは、さっき言ったように、ブルガ、スクワットというか、こうなんか、ワンレッグデッドリフトみたいな、ワンレッグデッドリフトみたいなこうニュアンスにまあなってくるわけですね。だから、これはまあちょっとワンレッグデッドリフト、 と考えた場合に、まあ、僕自身はあのー、1週間ごとに足の日はブルガリアンスクワットをやってワンレッグデッドリフトをやる日もあるで次の週はスクワットをやってワンレッグデッドリフトをやる日もあるでワンレッグデッドリフトはやってるんですよ同じようなねブルガリアンスクワット前傾みたいなそれと同じようなことはまあやってるわけですよそれがですねスクワットとワンレッグデッドリフトをやった時にはお尻の筋肉痛ってほぼないんですよ感じないです だけども、僕はブルガリアンスクワットは垂直でやっていきます。垂直でやっていきます。垂直のブルガリアンスクワットをやってワンレグデンデルをやった方が、お尻には確実にかなり来るんですね。まあ、それは両足と片足の違いがあると思いますが、ただ垂直でやっていくブルガリアンスクワットのはもう、その時ではなくて、翌日の筋肉痛は目いっぱいすごく出ます。 だから僕は大四頭筋を使いながらも片足でこう押していく。それを、ね、より大腿脂筋も入るからい重いので押していく。そしてこの足をこっちに押していくという骨盤をしっかり安定させる。こっちの方を使っていく方が僕は大臀筋にものすごい効いてくると思いますので僕はブルガリアンスクワットをやっていく場合、それね足の力もつけるため、そしてまあお尻の筋肉も作っていくためっていうのであれば僕は垂直でやる方を完全にお勧めします。 流れとしては今言ったような垂直の、ね、垂直のブルガリアンスクワットをやって、それが3セット、4セット終わった後に、ワンレッグのデッドリフトをやっていく。というのが僕は一番ベストかなと思っています。それとですね、これちょっとあの、別の話になってくるんですけど、そのワンレッグデッドリフトをやっていくときに、まあ僕がいつも教えているのは、足をここにちょんと置いて、ワンレッグデッドリフトをやっていきます。ただ、 まああの時々見かけるんですけどワンレッグデッドリフトをやるときにこう足を完全に上げて完全に上げてこういうワンレッグデッドリフトをやっていくというのをまあ見かけますこれどっちがいいかという話ですねこれねあの僕がわざわざここにチョンって置いてるのは理由があってですね両足ではなくて片足だからこっちを一切使わないために足を上げているという意味はまあなんとなくわかるんですけどただ実際に これもうほぼヨガみたいな感じになってくると思うんですよ。片足だけで実際にこれをぐーっと上半身この水平まで落としてくると、とにかく不安定すぎちゃって、今もこうやった時に僕も足の裏と足首のこのコントロールがかなり重要になってくる。そんな感じなんですね。でもこれ重要なんて足の裏とか足首のコントロールではなくて、ここでコントロールしたいんですよ。だから集中はこっちに行ってしまうんだけど、ね、こっちに行きたいんだけれども、あまりに不安定すぎちゃってこっちに行ってしまうと。それをね、 ちょっと足をこうポンと置いてあげるだけ。足の裏がグラグラするのだけサポートしてあげるぐらいちょんと置いてあげて、ワンレグでやっていくっていうすると、お尻ともも裏の付け根、特に上の方ね、この上のこのあたりに一番意識を持っていきやすい、ここに負荷をかけやすくなってくると思うので、 揺れがあまりあってもダメ。話、揺れがあまり、あまりやりすぎてもダメ。逆にこっちの左足で支えすぎても両足で立って両足の出てる人スになるから、まあ、支えすぎもダメなんですけど、靴は履いても履いてなくて、指を置いて親指だけでちょっと押さえている程度のワンレッグでやってる人というのが一番、この辺を使うこともなく、押しに来てくる。というパターンになってきますので、まあ、ワンレッグでやってる人やってる時にも、あの、片足を上げるのなく、ちょんと置いて、 やってみてほしいです。当然これもね、腰、背中のそれを作ってやってほしいです。まあ、ブルガリアスクワットについてはね、あの、今その時、今その時、伸びてる感じ、張ってる感じよりは、結果的に翌日、どっちがものすごい刺激があって筋肉痛あるかというと、僕は垂直の方を体感ではすごく感じているので、垂直の方をお勧めします。で、その垂直の方をやった後に、ワンレグッ,ッドてる人のちょんとこう置いたものをやっていく。 というこの二つをね、三トずつあるいは四トずつやっていくと、まあかなりお尻は盛り上がってくると思いますので、お尻を上げるためにやるんであれば、ぜひそっちを選んでやってみてください。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。まずはトレーナーのゆうじでした。